リチウムイオンバッテリーは鉛バッテリーに比べ温度管理が必要であるため用途に合わせた設計が必要と考えています今回はこのキャンピングカーに取り付けているリチウムイオンバッテリーの温度管理についての話ですリチウムイオンバッテリーは低温時の運用に課題があるという話をよく聞いていたためバッテリーメーカーの使用書には重放電ともにマイナス45度が加減と記載されていましたが 当時調べていた範囲では氷点下の充電は回避すべきという話が多かったため氷点下にならない対策をした上で取り付けてありますまた収納スペースの関係で熱源になる充電器やインバーターの近くに設置することになるため低温だけでなく高温の対策も行っています低温対策ですが冬の北海道に行く目的でキャンピングカーを購入していましたのでバッテリーは室内保管とした上で 低温対策には自宅での通常保管、冬季運用のほか、長期寒冷地保管の3パターンの想定をしています。1つ目、自宅での通常保管パターンですが、このキャンピングカーの設置場所は南関東ですので、外気温が氷点下になるケースはまれで、車内の温度が氷点下になることはほぼありません。そのため、熱源となる変圧器と同じ場所に保管することで、 十分な保温効果が得られると考えました変圧器は 230V 系統への給電を担っていますので常に熱を発している状態になっていますまた充電するタイミングは前日の夜か当日の昼であることが多く車内の気温が一番低くなる朝に充電を開始するケースがほとんどないという点は運用上のメリットになっていると考えています2つ目冬季運用パターンですが 寒冷地に行った際には、水回りの凍結の問題があるため、FF ヒーターが常に動いており、低温になる問題は発生しません。フェリーに乗る際には FF ヒーターを消しますが、車両後半ではそこまで気温が下がるわけではありませんし、直前まで温められた状態で乗船しますので、フェリーでの移動時間ぐらいであれば、問題なさそうでした。船酔いする体質であるため、長くても仙台。 トマコ前のルートしか使いませんので車両が冷え切る前に到着しているケースが多かったと考えられますがもし室内温度が氷点下になっていたとしても到着時に FF ヒーターをつけますのでリチウムイオンバッテリーを使用する状況になるまでにはバッテリーは十分に温まっている状態になります3つ目長期寒冷地保管パターンですが急遽飛行機で戻らなくてはならない事情が発生した場合を想定し水抜きや 室内および冷蔵庫内で凍結すると問題になるものを撤去し、電源系統を全て落とした上で、車両を離れることにするプランを立てています。復帰時には、エンジンや FF ヒーターをつけ、目的地まで走行後、十分に室内およびバッテリーが温まった後に、リチウムイオン系統の電源を使用することにしています。リチウムイオン系統の電源を使用しなくても、12V 系統は鉛バッテリーで運用可能ですので、 電子レンジなどが使えないだけで、問題は発生しない想定です。長期寒冷地保管パターンは、今まで発生していませんので、実績というより想定にはなりますが、発生時の混乱を最小限にするために、あらかじめプランを作ってあります。続いて、高温時の対策です。高温時は、真夏の充電パターンのほか、FF ヒーターで温められた室内での充電時も考慮していますが、 どちらも対策として同じ内容になります排熱は対流を考えたエアフローをベースとし熱源自体の排熱ファンや追加の排熱ファンで補助しています 100V 系の 300Ah の方はフロントサイドのシート下に格納されていますが密閉されているわけではなくもともとは FF ヒーターの排熱経路があったため下から上へのエアフロー設計がされていますそこに補助として 一定の温度に達した場合に、強制的に戸外に排熱するファンを追加しています。充電器は多くの熱を出すため、対流の出口付近に排熱ファンが来るように設置してあります。インバーターの排熱は、充電器ほど気にしなくてよいのですが、排熱の向きが追加の排熱ファンへ向くようにし、戸外へ排熱されやすくなるように設置してあります。実運用では、猛暑時にはファンが回ることもありますが、 シートを上げて排熱した方が早いためバッテリー残量が少なく充電時間が長くなる想定においてはあらかじめシートを上げておくことが多いです 230V 系の 400Ah の方はベッド下に格納していますこちらは全面をメッシュにし上側から排熱するようにしてあります上側は排気口だけでなくベッド下にも空間があるため排気効率は悪くなく 強制ファンは設置していません。ただし庫内で排熱が吸気側に回り込まないようにセパレーターを設置した上で吸気を前面からのみにしインバーターと充電器の排熱ファンを使い後方から前方の排気口またはベッド裏に抜けるようにし排熱の方向を一方通行にしています。排気口はエアフローを高めるためメッシュも設置せずそのまま外へ排熱されるようにしてあります。 充電器やインバーターが稼働している間は相当な排気熱を感じますのでエアフローとしては良好と考えています以上がリチウムイオンバッテリーの低温対策と高温対策になります鉛バッテリーに比べると温度管理が必要なリチウムイオンバッテリーですが使い方に合わせて設計することでストレスなく運用することができると考えていますご視聴ありがとうございました